「新平家物語第回」第457回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は城治彦です。 嫁のあやぎぬ院の祝儀は終日にわたったがその日も議決は見なかったよ頼義経らの武者床かの面々もむなしい体質を余儀なくされおのおの別れ別れに帰ったまこと苦行評議とはこのことか堀川までの道すがらも義経はそのもどかしさその憂いを抱き続けた かくては日増しに平家の勢いを募らせ、その上洛を招いて、良職も要害もないこの都に、我ら源氏がこもらねばならぬ羽目に立ち居たろうに。そしてまた、今度は自分らが木曽な仲と同じ立場に置かれかねない。知りつつ、そんな具は待てない。と固く思う。猿を、 心得ぬは川殿の煮え切らぬご態度、また梶原の見えすいたへつらい。口惜しいのは今日のそれであった。武者ゆかの者へ院のご家紋があった際、義経は率直に所信を述べたが、り範りと梶原景時は、とかく迎合気味で、院のご豊作もござりましょう。緩急いずれとも我ら武者は。などと生ぬるいおついしょうの字を放答してしまった。 もってのほかと思い義経は重ねて「平家追悼の急は一日とて延引すべきではありますまい」との理由をつい激須まで言い張ったのである。が梶原は一言のように取りすましていた。むしろ彼には不快であったものかもしれない。自分は鎌倉殿より特につけられてきた戦奉行だ。こういった自負心が彼にはある。 彼の大衆に言わず語らずにじみ出ているものだった鎌倉殿の蝶を傘に来た梶原の軍艦風とは東国軍の中では通り言葉である特に今日ばかりの態度だったわけではないけれど今日ばかりは義経も彼に譲っていられなかったものであるあえて梶原を無視しその嫌な顔つきを意識しつつも自説を主張したのだった と言っても、それが院義の決定となったのではない。なお、明日に持ち越されたのである。こうして、一日一日重大な気は去りつつあるのだと惜しまずにいられない。そうだ、よいと信ずることに何度かじわらへ気兼ねがいろう。座して破れを待つよりは、わしはわしの思い通りよ。いつか駒は堀川の門前に泊まっていた。 出迎える老頭たちへもどこかさえない眉の義経は奥に入るとやがて直親たちを一室に招き入れ火ともす酔いとなったのも忘れて何事かを示し合わせていたその酔い伊勢の三郎義盛伊豆の有綱佐藤兄弟枝野の源蔵那須の大八郎など孤高の直親たちは思い思いい豆ずこともなく牙で散らばっていた。 また義経自身も忍びやかに外出した彼の音の歌先は院の謹慎中納言友方の館であり次に藤原親信を訪ねそして最後に三義等の兼光の門を辞した頃もう真夜中を過ぎていたご守備いかがでござりましたの その世の友は武蔵坊弁慶。馬の口輪を取りながら主君の姿を振り仰ぎ、共に暗示顔である。おお幸いに御三卿とも快く応うて下された。義経が心からの訴えもご理解あって、お聞き届けたもうたぞ。すりゃあ、ご本総会があったと申すもので。 とはいえ、まだ院のご意向が固まったわけではない。ただご同意あって、次の衆議には、義経が願いに力を添えんとお約束下されたまでのこと。が、今宵ひそかに諸所へ分かれたご家中の面々によって、宵に授け置かれた秘策が守備よく図に当たれば。ああ、弁慶。 義経は彼の声高な調子を制して、深夜の往来とてめったなことは口走るまい、その儀は固く内緒ごとぞと口を封じた。すると、その戒めに不説を合わせたかのごとく、数歩の後ろで友の老頭たちが、あっと何か物のけでも見たように立ちよどんだ。義経も駒を止め、弁慶も振り返った。そして、何事ぞと後ろへ尋ねた。 大きな苦行館の前だった。破れついじの見える底の横に、じっと美しいものがかがみ込んでいる。嫁にさえわかる女房衣だった。紫か何ぞの村子染めに、銀釣りの小桜模様が玉虫色の怪しい光を放って見える。それを頭から打ちかづいた人間は、物陰に身を縮め、義経たちをやり過ごそうとしていたらしい。はて、どこの女房いや、女将とは思われません 労働たちは口をそろえて告げた。確かに今、そこの追翠のちより飛び降りたのを目にいたしました。出会い頭に我らが通りかかったため、慌ててまた路地へ見寄せたものでござる。ひっ捕らえてみましょうや。待て待て、よしやるう人の氷見君でもあったら何とする。そこの路地は行き止まりか。されば、袋路地のようで。弁慶、無礼の鳴きよう、そばへ参って、まず物問いしてみよう。かしこまりました。 義経の駒脇を離れて弁慶が寄って行こうとした途端である女房ゴムの人影は不意に立って身を翻し老党たちを突き飛ばして鮮やかな速さで逃げかけた熱森の君へ老頭たちはあっと言ってよろめきまどったしかしダットの勢いを見せた女房ゴムの人影も多くを走りきらない間に後ろから投げられた薙刀の絵に足を絡まれ路面へもんどり打っていた こは男ぞ疑いいもない死者踊っていった弁慶は彼に立つ暇も与えずねじ押さえて「平家の者のであろうず」「直せ!」とその女房衣を引き剥いだ十六七の金立ちだった仮犬に胴巻だけを鎧美しい太刀を履いていた「平家にはそういないが名ある者ではない名は言えぬ」さてこそさらば名のあるないにかかわらず容赦はならん 運悪く囚らわれたからには逃げ隠れはせぬ何とでもせよへっへっはうわずったる言葉かな。年葉も床の様子ゆかぬ用水へ無理もないが、切るかな目めかはあれなるご主君のお胸にあること。こう参れ 敵腕を取って義経の馬の前に金立ちを引き据え昨今平家の者が救援を頼って落中に忍びあちこちに出没するとの噂しきりでしたがこれもその一人か自身の口より平家なりと申しまする堀川まで引き連れましょうやどこやら癒しからぬ人柄よの年もまだ裏若い義経はじっと見守った。 悪びれもせず少年の目もその人を見上げている。一向憎む気になれなかった。義経はあらぬ方を振り向いて、そこのお館は誰のお館かと尋ねた。金立は無言だったが、老頭のうちで言うものがあった。院のご近所、う大便近宗教のお住まいかと思われまする。そうか、う大便殿のお住まいか。 院の襲儀でも平家追悼を急にすることには常に反対を唱えているお人根を洗えばその右大弁近宗は今は屋島にある平大納言時忠の弟ごと聞く三種の神器だけはどんな犠牲のもとにも無事迎え取りたいと念ずる後白河のお心をつかんで近宗が院と平家との和解の糸口を見出そうと努めているのも無理はない。 あるいはと人は言う。彼と屋島の兵大納言との間にはもっと深い交渉があるのではないかと。義経は金立の姿へ瞳を返して、和殿が家と近宗京とはいかなる間柄ぞ。縁者でもあるかいや、と金立は表を横に振って、縁者ではない縁者の家なれば忍んでは通わぬでは何しに忍んでいかれしぞ。 恋人の家なれば嫁にも察知られるほど金立ちの顔は恥じらいに染まった。嘘でない様子がはっきりわかる。ゆうまいとする近いと言っていいこととを覚悟の中にも固く分別しているらしい。おお、恋人の家とな。羨ましいことよ。揶揄ではない、思わず見せた義経の微笑だった。そして、和殿の家はそもいずこか。 いずこより恋に通いたもうのか愚かなお尋ねかな平家と名乗るからにはこの都に住まいはない。木曽が上洛の折り、一門ことごとく館を焼き払うて落ち延びたこと、ご存じないはずはなかろう。では、その遠き再開から密かにこの都のうちへ。恋ゆえには百里の海山も遠いとはせんまたいかなる敵方の席も恐ろしいとは思わなんだ。ただ、その君に会いたさのためにか。 言うまでもないこと、こぞ都落ちの際には、あまりにも急なため、千切し人との別れすら惜しめなかったものぞ。以来、つくしの果てや塩路を漂う夢にも、それのみが忘れがとうて、根性を生ける間にはもうひとたび泡では死にきれぬ心地であった。だが、その望みも遂げて、今宵元の人所へ立ち返らんと、別れてここまで立ち出たところ、運や月見。 切々な思いを込めて自分の恋を語ることにこの金立ちは何のひるみも知らなかったなおまだ今別れてきた恋人の髪の顔をまぶたに夢見つつ言うのであるどういう家柄のどういう育ちの人であろうかあまりにも素直なと義経は東国武者の間には見られない優雅な人柄を哀れとも美しいとも見るのであった 今より元の人所へ引き返すところと言われたの。人所とはいずこの。義経が重ねて正しかけると、金立は急に強く顔を振った。それは意図ない戦に振るることは何を問わるるも押しと思われよ。たとえここで切られるまでも口は開かん名も言わず、帰る人所も告げたくないとか。ならば、強いては遠うまい。 したがここで破天よりも和殿も平家の陣にあるものなれば戦場で果てたいのが望みであろうにもとより我とて部門の子願いはそこにあれど運のせいなれば是非もないいや話してあげようえ弁慶老頭ども5人を添えて淀の遠くまでこの金立ちを送って使わせ 途中、再び源氏の目に怪しまれて絡め取られることのなきように。ええわざわざお味方まで添えて、摂津坂へ離しておやりなされますか都へくぐり行ったのが軍部なれば許し難いが、濃いゆえと聞いては、あまりの優しさに。はて、お気の弱い。いやいや、この者一人ぐらい助け取らせたとて、戦の上にどれほどな違いがあろう。いざ、夜明けぬ間に。 と、なお疑っているらしい金立ちを促して追い立てるように話してやったその影を見送ってから義経はふと彼の捨てていった女房衣とそして踏み殻のようなものを道に見て弁慶の手に拾わせたそれは美しい女文字の恋文だった明らかに男の宛名もある何つ森の君へつ森の君へ 義経は何度も口の内でつぶやき、そしてもう一度遠くを見た。けれど、その影はもう見えなかった。弁慶、おこの女房衣と御文人を携えて、そこなる右大弁殿の御門を叩け、いかなる御意を、いんなれどもとつつましゅうお取り次ぎを仰ぎ、じきじきお目にかかって、ありしことどもありのままにお告げ申せ。 そして、姫君のご主席やら、この女房ごろもなど、万一、他の源氏武者の手に入らば、後日鎌倉殿へのお聞こえも足かりなん。ご当家の御為、姫をかるるよう、義経が心配りに揃ろうと、この二品お返し申し上げるがよい。心えまいだしたが、だいぶ時刻もついえましょうず、その間、我が君には、先に堀川へ立ち返る。 と共人もなくただご一揆では一人こそかえって心安いそのうちにはかねての刑が行われ落中にもやがて人騒ぎ起ころうず」。<music> よろしければ、いいねの評価とチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録は、画面右下のザのマークからどうぞ。